さあ早瀬さん、勝負です。ラウンド1、もう僕はデュエルネタ言いません。僕に勝てないと、あの早瀬さんでこれはひどい、すいませんでした。僕もね、池田さんに勝てないんでね。あ、確かにテリーに勝てない。力なきチャンプは認めんぞ。あ、確かにね、力なきチャンプは認めんぞさあ、最近ね、まあ強いんでね、俺もね、5連勝できるかどうかわかんないし、正直なところ。うん、意外ときついですよ。昨日はね、僕ね、確か6連勝ぐらいして、ね、負けました。そっからもうね、勝ったり負けたりシーソーゲームでしたね。僕もこう、俺が自滅していくか俺が自滅するときに大体マスターね、こう引き気味ですからね。おお、さあ、早瀬さんの画像がない一確認からの首折り、首こきですね。ああ、打ち上げだ、打ち上げ花火、綺麗だな。そう、とても綺麗な花火じゃないか。命の花火さん教えてくれる。もうガロというゲームでがね、こう命の大切さを教えてくれるっていう素晴らしいことですよさあ、クセメア終わった。太田が補正切っての Y0 キワちゃん、これマジ最くせえわ、ほんと補正切れたニヤニヤみたいな感じ。さあ、さっきのあれですね、ランペイなんで上半身潰せます弱いね、君たち。じゃなかったよく頑張りましたね、ジャック言っちゃったんだけど、おいね、おいよっと。だから、ゲージもきっちり稼いで、だからガード先生もゲージはそもそも触るので、おーっと浮いた。おいおい、ゲージマックスに潜在まで打てるので、おー投げた、おー、いいめくり。今はね、こう一発ネタですけどね、全体ありですね。さあ、優勢だったのは前半だけで、後半は微妙に押され気味のガトー先生ですが、あ、漏れちゃった。はい、ゼロキーバッチャーン、はい、首コキッと、はい、ひえ。おお、ここはどうすんだ、どうすんだ。あ、おっと、さっきのシャッカー漏れたが助かった。さあ、着地は失敗。アートキャンテガーが上ハゲ振り損ねましたね、今は。さあ、お、決まった、残った。さあ、速さの執念は恐ろしいの、執念。さあ、触れたいがガーキャンがあるので、浮かずにやっちゃうと死んでしまう。おーっと、いい焼却。そうそう、全然意識が外だからね、ガードできないわ、あれ。今さあ、相打ちでだけどダウン取ったので画面端寄せていくと。まあね、画面端はこのゲーム強いんでね、しっかり寄せてまた浮いて、攻撃出ない、浮かせて攻撃を出して、だが、お、これはフィニッシュが決まんじゃないの。はい、おー、アートキャン、うまいねー。あー、打ち上げた、打ち上げ花火、ああ投げて、はい、見えるわけないよーん。早とし、そうはやさんが1本ま取ったので、はやさんは経費何を消耗しておられますか。お酒、あ、そう、そうでしたね。あ、俺も DVD ちょっと欲しいんだよね僕も健全な男なので DVD ちょっと欲しいですね
でもね、あのボンガが置いてあるんですよね、ボンガが。あ、いやー、どうなんだろう。下田さん読んだことないんだけど、どうなの。半蔵かっこいいな。さて、実況するのもなく一本終わってて、はいはい、まあここを今はちょっといい、いい関係ですね、それは。で、奥攻めが開始と様子見で、おーっと、ま、見えないよ見えないよ飛翔客なんてってか。あ、もうね、いった。あ、今はちょっとワンチャンあったんじゃないの、芸人使ってちょっと起こした方が良かったんじゃないですかね。今俺たらしゃがみシーカーをね、こうよく転生でね蹴りつけますわ。知らなかったとしてもね、あと一発っていう時に追い込めたらやっぱでかいと思いますわ。おお、まあ最悪もね、ゲージないとね、そこまで怖くないんで。でも減るんですよね、結構最悪。さあ、ハルさんはちょっと引き切りに戦って相手のミスを誘いつつ、ゼロキーパーが入ったよ。ねえ、おまあ、裏風化とかないだけマシじゃないですかね。さあ、みんなジャンプジャンプでまた状態。さあ、スカシでもしっかり対応して画面し入り替えた。おっと、ハヤさんは後ろで払ってゲージ回収と、ほいほいちゃんみたいな感じで、あ、また打ち上げた、綺麗だな今のスカみたいね。お、当たった、ラッキー。投げて、これはスカシいけたん。さあ、今度は花火打ち上が、打ち上がったフォーキャーク。だってあのガトトップ残してさらにほらフフンされたらめんどくさいからね。普通にあのゲージ1本だけだったとしてもこんだけ残るでしょ、これぐらい。だからそれちょっと俺嫌だわ、殺してみたい。何で向こうはフーが持ってた、フーが浮かされるの死ぬからね。こうしといた方がいいわ。厳しい、ちょっと。その小技で、あの、風が潰せんだったら、まあ、しも、潰せないから。事故るってことを考えると、やっぱり、ゲージカード入った方がいいんじゃないかな。さあ。お、安全な歩きについて詳しく。さあ、3本目ですね。まあ、結構惜しいんでね、このままいったら勝てるんじゃないでしょうか。だから、早田さんも意地があるから負けられないのかな。あ、そうなの、プライドあるかな。あるよね、プライド。だけど、起きてみよう。はい、裏と思ってるか分からないか、さっきの裏かな。あ、タイミングだと。あ、でもな、あの位置だと裏とかそうないか、表か今は。まあ、ジェイフね、これどんどん押していきたいんですけどね。意外とこう、風化派生がめんどくさい。さあ、今のは、ヒット表示は繋がらないところですね。だるいですね、ほんと。ジャルキバちゃんは。ジャルキバ発生3フレとかいいんじゃないの。さあ、いい投げ。いい投げでね、こう、もし投げ漏れても、近距離 T が漏れるっていうね。クソみたいな技ですよ、ほんと。さあ、コパンからの確認、ゼロキバー。いいね。さあさあ、おう、いい風が、線が、タツキバちゃん。さあ、ここで、ま、ここで、ハヤトスペシャルが出たが、強気の飛燕山で、拒否られると。さあ、やってました。さあ、ワンチャンあるが、ワンチャンあるが、画面中ではワンチャン掴みにくい。
さあようこそ亀橋、できるか。ようこそ亀橋、失敗しました。さあ体力、おっとこれワンで来た。減ります、減ります。まあ、せんそう、あ、そう、でもね、さっきのね、ジャンプ飛んでましたからね、こやられちゃうんじゃないですか、ヘチって。さあ、またやってました。はい、センガループに赤い打ってからの、はい、よ、体力アームゲット、もうね、重ねて繋がってないけど当たってた。さあ、ガンダッシュで DD おい。さあ、夢も希望もなかった。さあ、掴めるか。とうとう、ヒエンダムじゃなくなってきた。こういうのを破壊されるっていうんですかね、早瀬さん。技が出ないように、こういうのを破壊されるっていうんですかね。おい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 、あっと浮かせずに、あとはもうオフペシペで対応するだけですかね。いえ、投げて、オキセネは、おお、フーガからガンダッシュ。今はそうか、爆死読みか、画面中央だから。おいおい、おお、届かない。ああ、これ死なないんじゃない。あ、死ぬかはずないんです。あ、さすが死んだ。ゼロ強クオリティが出るかなと思ったんですけどね。ゼロ強クマーさん、頑張って止めてください。あ、別にいいですよ、あの、切ったら変えていいですから。さあ、ホタホタしたいと。そうですね、もうね、マーさんがすっかり萌え豚になりたかったんでね、僕はもう泣いてます、いつも。マジ萌え豚だしね、ほんと。もうホタル可愛いとかね、まあいいんじゃないですか。さあ、今日は対決ですね。早さんはなんかビヨン、さて体育が厳しかったので、今度は空中投げで対応していると。あ、キャラがいいですか。まあ、マサさんだけ、まあ、こうずっと使っててこう調子悪かったらキャラ変えたくなるでしょう。おいおい、おお、ここでまたダンス、ダンス、ある意味これはあれかな、こうバーミリダンスか、バーミリ音とか。あれはおお、ゼルキは繋がった。いや、届いたか。さあ、見せてくれ、ガトのダンスを。さあ、今展開が早い。多分今反応したというよりも、もともと反応できない、もともとしゃがみやったんや、もともと正直さっきの展開早すぎて、俺もね、反応できてないと思う。普通にしゃがんでたの、俺だったら。しゃがんでて、そのまま。さあ、投げて、大きい攻めは。さあ、そうです、向こうはユリアンです。これが早田式のうまいところ。おお、ちゃんとちゃんと投げ仕込んで。おお、さあ、サミちゃん届かない。1本ずつ取って、まあ試合はイーブもおったが、ゲージはホタルがないぞと。さあ、それが浮いたけど、画面足ようこそ。タツキのちゃん元気です。効果されて投げて、はい、効果で重ねて、まあ失敗して、おいおいど、画面中を引き戻された。サナさんがガンガン前に出て、ガンガン、はぁ、あ、疲れてきた。あ、本当に、そうだ、ミスターゴムいるじゃない、ミスターゴムが。あ、テンション乱気で、おー、さっきの足場合、かかん取れてますね。
先は大きいで潜在戦力も打ってくれよかったんじゃないですかね。足早いですけど、すさましく向こう大きいんで。なるほど。さあ、攻撃客引っかかって。さあ、まあどんどん引っかかって。どうやら、速さはここまでのようですね。ワンチャン来たさあ、M はさんに言うなら、もう何も怖くないということだ。なぜなんかこう、マミさんの調子でなんだか昼、お、終わったさあ、マーさんが終わりました。ただ、マーさんね、ハヤさん終わりました。3勝しました。お疲れ。何も持ってきてないんで、何ももらえた。あ、あ、別にもないです、まず。全員ですか、もういい。さあ、M ハーさん。あと2人で、あと俺ラスボスも俺がすぐ泣くさか、まあ俺仮面かぶるけどな、俺はエマさん、仮面かぶろうぜさて中ボスのエマさんが登場しました。中ボス、あ、そう、だって魔法中年だし魔法中年プリティ M 肌ですよねおお、違う、あ、このカード持ってなかった。さてと M 肌さんがこう辛さをいいことにガンガン巻いてて、さあさあパンパ、さあパンパス装備してください、皆さん。あ、いいパクスで。さあ、今上がった。天章乱気で、まずは先制取ると。もう、ね、早さじゃないわ。マーさんはね、ホタルでいいんじゃないですかね。もうホタルでいいんじゃないかな、みたいな。これ、パンツァーで画面端へようこそ。さあ、ちゃんとコアキャンして、さあ、さあ、逃げられないぞ。さあ、パン、上半身を出さずにコパンが出て、さらにパンツァー漏れると。おい、おい、さあ、あっと、ちゃんとジャスト最後に出たブザマナ。いや、だって今中年だから、魔法中年だから。よいしょっと、さあ相手 OK ですよっと、だからパンツァーも入るね、問題ないと。おお、今のは惜しいのか惜しくないのか分かんないぞっと。おお、取られたよ。あれ、マーさんマジ強いっすよ、ホタル JF より強いんじゃないですかね。マジな話、多分あのね、ジェイフの時と違ってね、ゲージ吐けてますからね。俺がいつも言ってる声、あの、初段と入ったら、ゲージ吐けよってことをちゃんとね、ホラルではやってるんですよ。ジェイフではなくやってくれないんですけどね。さあ、あと。だが、エムハさんもゲージマックスなんで。終わりだ。さあ、その終わりだわ。どちらに対して終わりだ、どちらが終わってしまうのか。おい、投げて、おいしょ、キセメワン、とりあえず、おーっと、今のは、ファイルン。さあ、絶望を感じよう。ここがお前の執着、おーっと思ったら、まだワンチャン、あー、ワンチャン来た、死んだ。お疲れ様でした。あれ、みんなねえ、どんな気持ち、今橋さん、どんな気持ち、ねえ、今橋さん、ほたほた足りちゃいましたよじゃあとうとうラストいきましょうか。やっぱ可愛いが正義ですね、本当に。あ、そうですね、時間足りないから一旦切ります。